2021年を振り返りますと、うん、このコーナーでも何度となく取り上げましたが大谷翔平イヤーでした<っ>アメリカンリーグなんと MVP、うん、日本選手での MVP はあの一郎さん以来そして満票での選出は初めてでございます、うん、日本人満票というのがすごいねそうですねアメリカのあの記者の厳しい記者の中でね、はい、30人しかいないんだよ30人本当に 少ないんです、ね、いやだけどあの MVP の投票するその記者っていうのは、はい、その野球に関しては非常に厳しくて、ね、見る目が肥えてて、ええ、簡単には票をこいつには入れないぞっていう。なんだかアメリカはマスコミにも威厳があるといいますか、うん、すごくこう地位も高いんですね。高いです その辺は日本とはちょっと違うって言ってしまえば、はい、あのみんなにちょっとじゃあ日本のマスコミの方が軽いんかって思われがちう,んう,ん、うん、そ,うそういうことそうではなくそうじゃなくて、はい、いろんなこう選考方法の中で、うん、その MVP というのはやっぱりそあそこに投票する記者というのは本人らがまた特別な感情を持って投票するっていう。うん 何かこうグッと固い決意を持って責任を持って一票を投じているっていう,、うん、う,う,うから責任その責任の重さっていうのをね感じながら投票するわけですよ日本も一応ルール上5年以上スポーツ現場野球現場で取材が あると投票権もらえるはずなんですが私15年以上やってるんですけど私まだ持ってないんですよね投票権あれはどうなってんの <laughs> 私はわからないけど <laughs> そう、私もよく細かく知らない CBC には何票かあるらしいんですけど、はい、私まだ認められてません、はあ、新人王とかねゴールデングラブとか私もなんかこう責任を持って入れたいななんて思うんですけどもはい そう、まだ来ないですね。ええ、まあ、それはいいや。いい、いい、いいですね。若狭君は自分なりに。そうですね。こうベストナインだとか。今年の MVP は本当はこの人だなとかって、そういうふうに自分で。納得しておいて。またそれ私の場合、こうやってラジオで喋ればいい。ですかそう、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 私の。はい。若狭君、そういうコーナー作った。そうですね。私が選ぶ。若狭圭一の。私が選ぶベストナインという。それが若狭さんらしくて、いい、面白いなっていうことも。あると思うよ。はい。 うん、それから中,中日ドラゴンの打線はこうだった、ね、あこうだとそういうのもいいと思うよいまいすけ、ね、ど、うん、まあ、うん、去年は確かに大谷翔平が、はい、もう野球界ではダントツの話題ナンバーワンだね,ね彼の会見を聞いててまだまだこの人は伸びるんだろうなと思うのは今年がいわば最低限の成績で、はい、5年後7年後、うん ここが僕の一番のピークかもしれないのでここに向けてまたさらなる努力をしなければいけないというような先を見据えた発言もあってやっぱり30前後もうちょっと言うと30過ぎたぐらいがプロ野球選手の本当に油の乗り切った審議体がガチッとマッチする年代なのかなとも聞いてて思いました。私はもううマッチしてると思うけどね <laughs> 十分マッチしてますあの記者会見のあの一つ一つの談話を取ってもね、あの受け答え聞いてもね、そして国民栄養所、若狭さん言った通り、もっと先にしっかりもしたものを築き上げて残したらいただきますと拒否しましたね。ね、はい、もう格好良すぎる。 私飛びつきますけどねいただきますいやそうですよそれは私だってこんなにようなことなんだからでも国民栄誉賞ってちょっと話それますが渡す側と渡される側のリターンとリスクを考えた時に渡す側ってほぼノーリスクですよねそうですよねおめでとうございます褒められるよねよく選んだっていやそうですよねしかも ちょっとうがった見方をすれば、まあ、政治利用っていう見方をする方もいますそこまで私は思わないんですけれどもやっぱり時の政府が渡しますのでなんか全体的にハッピーな華やかな空気に包まれるのは確かです渡される側からすると嬉しいことリターンはあるんですが。 特別何かこう大金が入るわけでもなくうまさに名誉栄誉,誉なわけでで何かちょっとしでかすとって言ったらまあそんな人いないんですけどうん、うん、なんだかこうリスクはあるような気がしてやっぱりその国民栄誉賞ですからそのいただいたもらった後のことを考えたらね、はいはい、かなりやっぱり制限をしたね。 あの周りからの目をね、立ち振る舞いがねそう。それをやっぱり気にしながら、はい、やっぱりやっていかなくちゃいけないんじゃないかなと思った時に。はい。はい、やっぱりしんどいこと、ね、あるんじゃないかな。私も今軽験に飛びつきますなんて言いましたけど。<laughs> おこ断りです、うん。私も今思ったらそうだなと思いながら。しかしね。はい。わかりまはい。あの、あの記者会見の中で、去年の記者会見の中で、私は一番感動したことが一つあります。はい、あ。 大谷の MVP 会見いや MVP じゃない帰ってきた時の MVP の受賞の前のそういうことですね日本記者クラブかなんかのああ質問が長いとかとか難しい難しいとか記者の方に結構非難はありましたそうスポーツ野球に関係ないことをその中でね私も一応少年野球のあるあるクラブの会長をせつかってるわけじゃないですかその中にこういう質問が飛んだんですね 大谷選手に今ね、あのー、野球少年が伸び悩んでる。伸び悩んでる子に何かアドバイスがありますかっていう、そういう質問を発した記者がいるんですよ。はい。それにどう答えたと思います?え。えどう答えましたっけ?。若狭君なら知ってると思うけどね。あ、なんて答えたんですか私そこ抜け落ちてますね。ね、そういうとこね。うん、見なきゃ。っちり。大事なとこ。あ、だから国民栄誉賞もらえない。そうだ。<laughs> その前に、まずは。 あなたの岡山県出身の岡山の県民栄誉賞をもらわなあそうですねまずそうですね先ほどですとすぐ国民栄誉賞じゃないよ市市民民栄栄賞賞倉敷そういうまあその時にねあの時に私はなるほど大体いいこと言うねと思ったのが小学校中学校の頃に伸び悩むっていうことはありえないと思います。 それは心の持ちようですその時期は必ず伸びる時なんです伸びないっていうかそのここそういう心持ちがやっぱりおかしいんです<ー>そして自分は必ず上手くなりたいっていうそういう気持ち<ー>そういう考え方を持ってば、はい、必ず良くなるはずですって答えてるんですよね 小中学生が伸び悩んでるっていう見方はあなたの見方大人の見方であってすすす子どもの立場からすると大人には分からないかもしれないけども昨日より今日今日より明日実は伸びてるんですよ<ず>子どもたちはっていう私はそれを聞いててねその大谷っていうその大谷翔平っていうその選手っていうのはまだ27歳か二28歳ぐらいだね。はいそうですね そういう質問に対してスッとそこになんとなくスーッと入っていってそれを受け答えできるっていう、うん、あのこうセンスの良さ、はい、あれにはやっぱりさすがだなと思ったねそうですねすすごくスマートですよ、ね、あだからあの私はよくいろんなところで大谷翔平君どうなんですかどう山田さんから見たらどういうふうに思われるんですかって言うけども、はい、私は彼の一番の功績はね やっぱ野球選手っていうそのいろんな選手いっぱいいるけども野球選手の全体のイメージを上げたあ選手のイメージを彼によって野球選手ってイメージが上がったっこれはやっぱ大きいねだから今いろんなまあ中学校でも高校でも社会人でも大学でもプロでもあの独立リーグでも社会人でもいろんなその野球のね野球一生懸命やってるその 頑張っててるるる人たたちちがいるけどもそそのの選手たちのイメージ上げてるよねねうです、ね、野球やってる人たちのイメージを上げてるってそうなるとそういった野球をしてる方々が大谷のようになりたい大谷の真似をしたいそれは二刀流をすることもそうかもしれないけれども実は彼のその心の部分うん、うん、そして人に対する接し方の部分を真似るうん、うん、学ぶっていうことがすごく大事なのかもしれないですね。そ じゃあ,あえてねあえて子どもさん子供たちに言うならやっぱり目標を持つことですねって言ってるんですよねそれも単なる目標じゃなくて高い目標を持ってくださいっていうねはあそういうことをさらっと言うのもう真偽体はバチッと合ってる、うん、合わさってるだってこの間あれ MVP の時の去年の MVP 受賞の時の,あの記者会見でも 今後どうするんですかってさこれからいつ型づくりをしようかなとか <laughs> そうですねもう野球に目が向いてるわけですもんねそ。それと日本へこう去年帰ってきたでしょ、はい、彼の動向って全然出ないで出ないですね。あれがやっぱりスーパースターだね。<ー>テレビには出ないどこにいるかもわからない。はい、何をしてるんだろうと興味が 実に興味があるあ<ー>野球選手では松井以来秀樹以来松井選手も分からなかったですよそうでしたね出てこなかった出てくる人はいっぱいいるんだけどもはいところがね今私が感じている中では松井秀樹選手と大谷翔平選手は日本に帰ってきてくらどうかもわからない<う>どこで何してるんだろうそうで,す、ね、でしょう さああれもやっぱりマスコミもそこはわきまえててあんまり追っかけないんだね。そうですね。いいことだね。うん。うん、<laughs> ありがとうございました。